マルキュンリセチーズ。みなさん、こんばんは。久慈くんリセです。この春からね、私進級して、いよいよ花の女子高生アイドルにレベルアップ。やったー。今回はですね、それを記念して、もうすごい企画に挑戦しちゃいます。この言葉聞いたことあるかな。リップ。まあ本当に、いや恥ずかしい。っていうか、女子高生が脱いじゃうのって世の中的にあり？でもね、やるからにはドーンと体当たりでまるっと脱いじゃおうかなって思います。お楽しみに。見てな、リセチ、ストリップとかってマジか。なんか回を重ねるたんびに企画どんどんすごくね。あ、そうだよな。今度も多分もう一人の自分ってのが好き放題やってるだけだよな。つうか、また防げなかったんだよな。狙い分かってたのにさ。にしても昼間の刑事全然ダメだな。やっぱ俺らが頑張らねえと。とにかく明日な。クマ泣いてないよ。みんなクマのこと忘れて楽しそうに。クマ見捨てられた。そんなことあるわけないじゃん。ごめんね、寂しかったの。退屈で卑屈してたクマ。どうせクマは自分が何なのかも知らん、ダメな子クマ。答え見つからないし、みんなは来ないし、そっちの世界の楽しそうな声まで聞こえた気がして、寂しいから泣いてみようと思ったけど無理だったクマ。まあ空っぽだしな。空っぽ空っぽ、うるさいクマ。なんだとこの、ここはお前の現実なんだろ。お前がここでひっそり暮らしたいっつうから犯人探し約束したんじゃんか。まあまあ、クマくんも考えすぎで疲れちゃったんだよね。一人だといろいろ考えちゃって寂しさ増量中クマ。みんながいないと切なくて胸が張り裂けて綿毛が飛び出しそうクマよ。いつか逆ナンしてもよい？おお、いいぞ。逆ナンのネタはもう封印しない。それよか、確かめてえことあるんだよ。今こっちどうなってる？久慈川リセって女の子来てないか？なんかわかんない？久慈川リセ？もう？わかんないのか。なんかお前の鼻だんだん鈍ってきてない？クマは何をやってもダメなクマちゃんね。みんなの役に立たなくなったらきっと捨てられるんだクマ。クマ、みんなと一緒でいいの？じゃあさ、この前みたいに何か感じつかめそうなものを探してくるよ。はっきりとわかんないけど、誰か入ってるような気は微妙にするクマよ。その子を感じられるような何かヒントあればきっと前みたいにわかるクマ。
クマ。いろんなことがわからんクマ。ありがとうクマ。先生は優しいクマね。クマ、もっと頑張るクマよ。
どうも。
ちゃん。行こう。リセちゃんってこのことを調べてきたクマ？ふむふむ、本当の自分。なるほど、クマと同じね。繊細でセンチメンタルなタイプね。ならば、お、なんかいたクマ。見つけた。クマ見つけちゃった。ついてくるクマ。なにここ。真っ暗じゃん。これって温泉街につきもののあれ？あ、そうかも。うちにはないからね。ストリップってやつですか？ストリップ？読めたクマよ。しましまのやつクマね。ああ。ストリップってしましまのやつくまね。ここまぶしい。メガネしてても目が痛くなりそう。ねえ、ボケたらツッコみなさいよ。もう一回くま。ストリップってしましまのやつ。うっさいなこいつ。え、しましまって？ごめん、何の話？もう言わないくま。早く先に進もうクマ。